間8分の公認の自己ベストが出した大会でもあります。ぜひね、今日は皆さんその自己ベストを目指してゴールにたどり着いてもらいたいなと思います。今日もね、同じように毎年と同じように皆さんと一緒にハイタッチができるように、私も時間内ギリギリ最後の最後の選手が入ってくるまで、皆さんを励ましそして応援し続けたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。続きましての紹介です。2016年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団し、1年目から先発を中心に15試合に登板、本拠地 ZOZO マリーンスタジアムでプロ初登板初勝利を挙げました。キレのあるストレートを軸にフォーク、シンカー、スライダー、カーブと精度の良い変化球を投げ、球団史上最速で販売された新人グッズである佐々木オリジナルタオル400枚は即完売。人気、実力ともにファンの注目度も高く、将来のエース候補の一人としてさらなる活躍に期待がかかります。こちらも皆様ご存知、佐々木千早投手です。そして今日は特別にこの2人も来てくれております。マー君、そしてリンちゃん。さあ今年はズバリ何勝するでしょうね。今年は2桁
勝ちたいです。だめ、できれば14、15勝して